皆さんこんにちは。今回は棒銀を使っていきたいと思います。この方余談なんですけど、というか勝率8割超えてたんですけど、ちょっとどういうことですかねっていうのもあれですけど、勝率8割超えの余談はやばい。それはちょっと犯罪犯罪ってのも変やけど、犯罪級の強さで棒銀にしていくときって結構悩みどころなのが、どこまで玉を囲うかっていう悩みがあって、居玉で仕掛けるような将棋もありますし、まあもうちょっと玉を囲って指すような手も自然だと思うんですけど、あ、角打ち、なんかこれ前もやられた気がする。これ最近の流行りなんですかね。まあ玉ちょっとこれ歩ついて同歩同銀みたいな銀を渡す攻めが棒銀でよくあるんですけど、銀をもらうとその時にここに銀を打って、相手の方は飛車をいじめようっていう手を狙ってます。まあちょっと囲いますか。まあこちらの棒銀の攻めを警戒して角を打ってもらったので、まあそれに満足して玉を囲うっていう感じなんですけど、ただまあ相手の方としてはこの銀が使えなければこちらの攻めが難しいので、まあ、十分と見てるっていうところだと思います。あ、4本銀って出るんや。狙いが難しい。あ、3号銀もでもそんなことないか。まあ、銀中央に使ってって感じですかね。まあ、とりあえずこっちは玉囲って、この角の利きで右側をいじめられることは目に見えてるので、ちょっと玉を固めて、まあ、ある程度右側をいじめられても、玉の硬さを生かして反撃できるような将棋にしていきたいなと今思ってます。3三玉、3一じゃないんや。3一じゃない理由があるのかな。でも3三玉の方が上にいて耐久力があるって感じですかね。これどうしようかな。5六歩とかついてちょっと角頭をいじめる手を用意しておきます。まあ、4四銀は5五歩を防いだ意味もありそうですね。でこっちは3六歩って突きたいんですけど、同角があるので、そのあたりがどうか。1五歩同歩同銀っていけないと思ってるんですけど、行くと実際どうなるんですかね。1五歩同歩同銀同香同香で2七銀打たれても、一応飛車逃げれば、なんか後で1一角の王手とかで迫る手もありそうなんで、どうなんですかね。ちょっとやってみますか、せっかくなんで。まあ棒銀を受けられてしまったら受けられてしまったで、もうそれはしょうがないと。まあ、どうなるかわからないときはもう行く方がいいと思いますね。特にウォーズみたいな短い将棋はわからないときはもうわからないんで、行くしかないというか、あ、そこから攻め合い。2四歩は怖くないんですかね。2四歩は1号橋ってことですか。2三歩成同金1号橋。で、7六歩で取れば銀が、まあ、積んでるというか、8八銀と引く形は面白くないので、でも同歩は7六歩打たれちゃう。5五歩は同銀。2四歩。でも2四歩突きたいな。ここで1号橋を取ってくると思うんですけど、同歩は同銀なんで、同歩は同銀で棒銀が使えるので、そうですね。でここで1号橋と取ると2四歩と取られて相手陣が安全な形になってしまうので、ここは取りたいと。1回、あ、でも取っちゃうと2七歩で止められるのか。あ、でも2七歩には1八飛車で端を一応狙える形か。7六歩なら同銀とかもありそうですね。極端な話。7六歩に、あー、なるほど。2七歩だと1八飛車があったので、2七銀で受けてきましたね。まあこれは5八飛車しかないか。で、一回7六歩打ってって感じかな。7六歩取って、8八銀に1四歩と受ける展開かな。いや、これ引くしかないんじゃ辛いか、さすがに。
まあでも一応5五歩、あ、でも次5五歩4六角、4五角4六歩で角は積む形か。ああ、だから2七角成を用意してきましたね。なんか斬新な形に見える。結構斬新ですね。5五歩は2七角成。なんか相手陣も攻めていける形に見えるけど、そうでもないのかな。5五歩は2七角成、3六角同馬同歩、2九成。この角がいなくなれば、1八飛車って成銀を取れるので、そういう手を見せていきたいなと思ってるんですけど、1九香成は、ありそう。まあ、シンプルに香車なりますか。桂取りで、まあ、桂馬取れれば結構来そうなんで、1三桂とか逃げる手は考えられそうですけど、まあ、それはそれでちょっと形悪いと思うので、2二成香から1一角の王手を狙うとかはありそう。あとは、1四歩は同金で特に意味ないか。1五角も2四歩で、特に。1二成香って引きたいんですけど、同飛車があるのが注意ですね。そこは気をつけておかないと。2四歩なら同玉なんかな？もう玉で上を目指してくる感じなんかな？ちょっとこっちは入玉も警戒しておかないといけないところですね。2一成香、2七角成、1一角の手に、2四玉と上に逃げてくる展開はありそう。相手陣の急所が、相手陣が見たことない形すぎて、相手陣の急所が、これはかなり分かりにくいですね。2一成香使ってもしょうがないか。5五歩は2七角成。3六角同馬同歩。馬消すことに、どれだけの意味があるか分からないけど、馬を消しに行きますか？ちょっと馬消しに行きますか。5五歩、一回飛車先の歩をついて、飛車を活用しまして、まあ、これはまあ、どこか角逃げると思うんですけど、これで馬を消しに行きます。これが馬と銀の両取りなので、同馬しか、その両方を受けるのは同馬しかないんですけど、まあ、同歩と取って、対応して。で、同馬同歩の局面、あ、でもそっか、まあ、まあいいか。まあ、同馬同歩の局面が成銀取りになっているので、相手の方は成銀逃げてくると思うんですけど、そこで一応手番を得ているので、何か攻めていきたい。ところですね。問題はその攻めがあるかどうか。いや、それが結構な怪しいところではある。成香寄ります？成香寄るって変かな、やっぱり。成香寄ってどれほどの効果があるかがいまいち。3五歩って同銀であんまり意味ないかな。1四歩は同金、2一成香は同飛車。まあ寄っとくか、ちょっと使いますか。ただ2四玉で上に逃げられた時に、あ、4九角積極的。これは5九飛車は3八角成か、4八飛車は2七角成とか、まあこっちになってくる。5九飛車だとこう、成銀取りにもなる、成銀も狙えるので、3八角成と成銀を守りつつ角をなってくると思うんですけど、そこでどうするか。いやーでも攻め駒を攻められる展開でちょっと嫌なところですね。もう1四歩とか打っちゃう。同玉。一四歩の攻め合いは同金は1八飛車って一応回れるみたいな、金取りで。ただ5八角成同金、3九飛車、6九香、1四金。いやでも逃げてもしょうがない気がするんで、一回ちょっと勝負手気味に打ってみますか。同金と取ってもらえれば一応相手陣が乱れるっていう狙いですね。
取ってくるのは、まあ、同金で。飛車には、でもあんまり3九飛車とか打っちゃうと、なんか後で王手飛車の筋がありそうなんで、そうですね、なんか、相手の方としては、逃げてくるかなっていうところはあったんですけど、1、2、3、歩成同金、2、2角。1五角は2、4歩。1、1角は2、4玉。1五角、2、4歩、1、1角。ちょっと駒使いすぎか。とか考えるんですけど。いや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 。1、3、歩成同金、角。逃げる。まあちょっとそれでいくか。1、3、歩成同金、2、2角。で、一応王手金取り。同飛車なら同成系で、飛車を渡す形は相手の方も怖いと思うので、2、4玉とか上に上がって耐えてくる形で来ると思うんですけど、そこを寄せ切れるかどうか。あ、同飛車なんや。同成強で。まあでもこっちもそっか。駒渡してるから。人のこと言えないですね、怖いとか。まあでも飛車打って金取りにしつつ、まあ3一角とか、こう攻めていく手を見せて、どうかですね。まあでも一回飛車で合駒請求、そうですね、してきますね。で、6九香で受けて、一応こっちの切り札として、7七桂って跳ねる手はどこかで狙ってるというか考えてて、あ、角の王手。これはまあ角で。ますか。で、5一金ってことかな。いや、そういうことか。角の利きを生かして5一金で、同飛車成同角。あ、5二銀。2四角4一銀。いえー。それで耐えてると。でも取るしかない。同金なら飛車成れるんですけど、飛車取ってきますね、これ。そこで決め、こっちも攻めがないか。1一角。2三玉。3一角は同玉。2分30秒。5七角は2四金か。取って5七角の王手飛車。しかしか、合駒されて取って同成銀飛車が王手銀取りとかはあるけど、なんかウィン逃がしてる感がすごい。2四角一回打ってきますよね。で、同角で、もう一回角打てば、今度こそそう、王手飛車受からないんですけど、これで王手飛車が一応受からないんですけど、1五玉、3九角同成銀、1一飛車1四歩。取って、同成銀に、2七金を先に利かした方がいいか。2七金を先に利かす手はありそう。2七金と上にだけは逃がさないと、刺していきますか。次に1一飛車と打って、なんか、こう玉を下がらせてから銀を取ることができれば。おーっと、それがある。両取り、激痛。両取りは激痛。しかし、これで一回、玉を1六歩ってどこかで、まあ、ここで合駒してきたときに1六歩と打てば、一応玉を下段に下げることはできるので、これ金取られたら詰めろなんかな、さすがに。そういうことを考える、あれではないか。2六金、5九角の1五金。まあでも勝負するしかないよな。もうこれ多分詰めろなんですけど、詰めろであろうと、勝負するしかないんで、金出て、勝負します。一応、玉逃げた手に銀を取れば相手玉が3一竜からの詰めろになっているので、相手の方としてはこちらの玉を詰ましたいところだと思うんですけど、まあ、6級魔導玉、ああ、銀か。銀打ちしかないか。ただ銀を使わせたので、今強者とか上がると飛車を脇に打たれて詰みだったので、いやー、それで受けなしか。5九歩が効かない。5九歩が効かないので、ちょっと粘ってみるか。でもこれ6九まで詰みか。6九飛車なりに8八玉を用意したんですけど、6九馬とかでも何でも詰みそうですね。いやー、そっか。棒銀を受けられてしまいましたね。これは、
まあそもそも相手玉が詰まないんで、これは、まあでも最後までやりますけど、まあ同金は同角成で詰みでしたね。で、銀打ち逃げて、で、これ合駒ないんで引くしかないんですけど、これ同竜でも同銀成でも詰みですね。いやー、そっか。感想戦していきます。というわけで感想戦していきます。いやー、棒銀が受けられてしまいました。なんか最近この角打ち、この角よくやられるというか、まあ、2回目なんですけど、あーなんか謎の、2回目なんですけど、うん、なんかこれは一応狙いとして、歩ついて同歩同銀とか、まあこちらの攻めの狙いはこれなんですけど、同香同香で、ここに銀を打てるっていうのが、ここですね。ここに打てるのが角の利きの狙いで、まあ飛車逃げた時に例えば、そうですね、まあ一回1三歩と受けてから、まあ1六銀成とかでこう香車をいじめたり、まあこっちの攻め駒をいじめようっていう狙いがあります。この角を利かせることで、こっちの攻め駒を牽制して、こう攻めを受け止めようっていう、まあ受け止めるというか、まあこっちの攻め駒をいじめようっていう狙いがあります。まあ本譜もこの角が、利きが絶大でしたね。ちょっと攻めていったんですけど、角の利きを生かして、こう、こんな感じで銀を打って飛車をいじめられて、飛車が隠居してしまったので、ちょっと苦しい形になってしまいましたね。まあ、いいか、上から攻めていって、まあ、難しいところもあったとは思うんですけど、ちょっとやっぱり相手の方のこの、上が広かったですね、この、上への逃げ道が、この後どんどん上に来るんですけど、まあ、最初に、ここに角を打ってから、こっちを開拓されたので、それを生かして、こう、入玉を目指す展開が、相手の方としては残ってるのが大きくて、こっちはこの入玉を止めるのがかなり難しいので、ちょっと苦しい展開ですね。まあ、本譜、上は塞いだんですけど、まあ、その前に、こちらの玉を寄せられてしまって、ちょっと負けっていう展開になりました。まあ、最後は詰みですね。なんで、まあ、棒銀、角代わりとかで、こう、棒銀にお困りの方は、この5四角を試してみるのも結構面白いかもしれないですね。この角からの銀をもらった時に、ここに銀を打って、こちらの飛車、まあ、こちらというか相手の飛車をいじめるっていう展開を狙うのも面白いかもしれないです。3級から1級の方向けに、達成率が上がる次の一手問題を YouTube のメンバーシップとノートの定期マガジンで配信しています。詳しい内容やご登録は概要欄からチェックしてください。よろしくお願いいたします。